今皆さんの目の前にのスクリーンに映っているこの粉たちですね、全て粘土と呼ばれるものです。皆さんが持っているイメージとは少し違うかもしれません。真ん中に映っている天然粘土っていうものに水を加えると皆さんが知っているドロドロの粘土っていうものになると思いますが、同様の成分で人工的に作ると人工合成粘土って書いてあるように真っ白なものができたり、ニッケルを少し加えてやると緑のものができたり、テルビウムとかユーロビウムとかいうのを加えてやるとですね、実はブラックライトの下で緑に光ったり赤に光ったりするような粘土も作ることができます。じゃあ粘土っていうのはどんなものなのかって言いますと、ケイ素とアルミニウム、マグネシウムが酸素を介してシート状につながった帯電した無機化合物です。そのシート状のものがそこにあるような紙を積み重ねたように積層して相乗化合物となっています。紙と紙の間にはナトリウムとか塩化物イオンというものがあって、それは他のイオンと容易に交換することができます。このイオン交換と呼ばれる特性を使うと、水の中に含まれている例えばカドミウムであるとか水銀、ヒ素っていうような有害なイオンを除去して水をきれいにすることができます。だったらといって水の中に粘土を突っ込めばですね、きれいになるかっていうと、そういうわけではありません。実はいろんな種類の粘土があって、それぞれの粘土にはイオンの好き嫌いっていうのがあります。この好き嫌いをうまくコントロールすることができれば環境、水浄化に使えるだろうということで、私はそのイオン交換の特性の解明とどうやったら好き嫌いをコントロールできるかということで、粘土の組成、化学組成をコントロールするとうまくいくよということを明らかにしていました。またイオン交換特性をうまく使うと他のイオンを取り込むこともできます。ここに示してあるのは環境に応答する、例えば皆さんもしかしたら知っているかもしれませんが pH 指示薬みたいな、ああいうものを粘土の相関に入れておくと、空間の湿度であるとかアルコールの量、学習分子のアンモニアですね、そういうものを色調変化や発光変化で見せてくれます。これは何をしているかというと、皆さん目には見えない分子をこの材料は目に見えるように変換してくれているということになります。このようにここまで示してきたものは粘土を利用した材料の一例ですけども、実はもっと身近なところ、皆さんの手元にある紙であるとか化粧品、鉛筆の芯、医薬品にも使われて線の利用法がある材料と言われています。粘土っていうのが魅力あるっていうものが分かっていただけると思います。